ちゃんと探して連れてくるまで家には入れないからね。ただいま。遅い。あ？まったく、今までどこをほっつき歩いておった。私は坊ちゃまのため四方を走り回っていたというのに、貴様は楽しく喧嘩ごっこか。おい、あげくよその男の背に坊ちゃまを預けたまま帰ってくると、なんたる体たらく。待てよ、なんでお前が。っていうか、もう俺親じゃねえんだろ。愚か者。今この現在、貴様以外に坊ちゃまの親がどこにいる。何？まあ、え？坊ちゃまの症状は私には判断がつかんのでな。やはり専門の者を連れてくることにしたのだ。粗相のないように気をつけろ。魔界でも高名な医者だ。うん、医者、こいつが。何をしている。早く入りなさい。まったく、こんな狭いところでベルゼ様を育てていたのね。呆れちゃった。おい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 、医者ってまさかこのガキのことかよ。えらいちっせえぞ、小4ってとこか。つうか、こいつも悪魔迷子のことかじゃねえの。なるほどね。あんたが噂通り使えなさそうな男。聞いた、登場より重い一撃。いきなりなんてことしやがる。お化けに貧乏くさい。一緒に暮らしてるヒルダ姉様がかわいそう。あとなんか生臭い。まあそう言うなラミア、生臭いのは川に落ちたからだ。そこしか否定しねえのかよ。てめえこのガキ、ちょっと来い。大体大魔王様も大魔王様よ。カラッカラ。人間なんかに魔王の親が。捕まるわけないじゃない。遅い遅い、医者の立場から言わせてもらえばね。今回のことは目に見えていたことなのよ。少し黙れ。改めて紹介しよう。宮廷薬師フォルカス・ラフマニノフ先生とその助手ラミアだ。妙。やっぱこっちが医者か。たく、てめえも紛らしいんだよボケが。最初に喋れよ。つか、このキャラもどうなの。ねえだろ、デザイン的に適当かよ。適当じゃない。しかも心読み上がる。読んでない。いいか、最初に一つだけ言っておくぞ。私は本当はめちゃくちゃかっこいいぞ。師匠は極度の人間嫌いでね、ムームーの姿を使ってきているのよ。これムームーね。というわけで、駆けつけてみれば患者がいないとはこれいかに。知らねえよ、朝起きたらもういなかったんだし。ま、ヒルダ殿のお話でおおよその見当はついてるがね。ベルゼ様の症状は黄熱病。王族など潜在能力の高い者ほどかかりやすい知恵熱のようなものだな。知恵熱？うん、幼児が成長する際に起こす発熱だ。ベルゼ様の場合、すでに何度か経験されておられるのだろう。それでヒルダ殿も油断したのだろうが、今回は少しばかり事情が違う。なんせここは人間界だ。ベルゼ様の魔力を発散させるには人間の手助けが必要となる。ところが、成長したベルゼ様の魔力は君には大きすぎた。あまりに膨大な魔力が流れ込もうとしたため、ベルゼ様は無意識に君とのリンクを切ってしまったのだ。そうしなければ君を殺しかねないからね。つまりあんたがベルゼ様の成長に追いついていないのが全ての原因よ。分かったかボケ。少し黙れ。で、ベルボーは新しい親を求めて東条の方に行ったってわけか。いや、それはない。もしあの男が親となりうるなら、
すでに坊ちゃまは魔力を解放し、熱も下がってしかるべきだ。何よりもあの男、悪意というものが感じられん。強さだけなら申し分ないのだが。見てたのかよ。おそらく資質の問題なのだろうな。待てよ。じゃあ、あれは何だったんだ。しかし、そうなると確かに、なぜ坊ちゃまはあの男にくっついているのか。